月山殿は戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。徳川家康の性質。名は美少。一般的には月山殿、月山御前、または駿河御前とも言われる。月山の由来は岡崎市の地名である。父は関口近長。母は今川義元のおばとも妹とも言われ、もし妹ならば月山殿は義元の命にあたる。 夫の徳川家康と同じ年とする説、2歳年上と、する説、12歳近く年上の一回り年上だったと、する説がある。いい年譜や、刑図三様、いやあららんの系図によると、いいだし平の孫娘で、先に今川義元の側室となり、後にそのよう妹として、近長に課したという。その場合だと、いいな森とはいとこ、いい直虎は受命にあたる。 近年では、関口千佳長と今川氏との婚姻関係そのものの存在を否定する説もあるが、そもそも関口氏自体がご一家衆と呼ばれる今川氏一門と位置づけられる家柄であった。家康が今川一族の娘婿になるということは、今川氏一門に準じる地位が与えられたことを意味していた。工事3年正月15日、今川家の人質として駿府にいた。 松平元信と結婚する。英六二年に松平信康を同三年に亀姫を生む。英六三年五月十九日の桶狭間の戦いにて、叔父の今川義元が撃たれ、元康は岡崎に帰還することとなった。英六五年三月、父の地神川娘婿である家康が織田信長と同盟を結んだことで、今川氏真の怒りを買い、性質と共に自害した。 月山殿は、石川和正が駿河に来て、今川氏真を説得し、宇戸の市長、宇戸の質と月山殿母子との人質交換をすることで、駿府の今川館から子供たちと共に家康の根拠地である岡崎に移った。しかし、岡崎城内ではなく城外の西岸寺に居住したことや、家忠日記における月山殿を示す継承が、性質を表す、御前様ではなく、 信康お母様であることなどから、今川との手切れにあたって離縁されたとも見られている。A60 年、息子の信康と、織田信長の長女、徳姫が9歳同士で結婚する。元気元年に、信康が着手として、岡崎城に移された際に、着手聖母として、岡崎城に入ることとなる。月山午前0秒、月屈病家康は、とう海浜松に移ったが、月山殿は、 後継次の信康と共に、岡崎に留まった。徳姫は天正4年には、徳姫を、天正5年には熊姫を生んだ。しかし、徳姫が、いつまで経っても、信康の息子を生まないため、心配した月山殿は、元武だけの家臣で後に、徳川家の家臣となっていた、朝原正治の娘及び、日向次将の娘など部屋号、していた女性を、 信康の側室に迎えさせた。天正七年、徳姫は、月山殿が徳姫に関する残言を信康にしたこと、月山殿と、当人医師、元慶との密通があったこと、武田家との内通があったことなど、十二箇条からなる、訴状を信長に送り、これにより、信長が家康に信康の処刑を命じたとされる。家康の上位により妻の処分が伝えられ、 月山殿は8月29日に、東都海国寺基地群の佐成湖に近い小籔村で、徳川家の将来を危惧した岡本寺中と野中重政によって自害を迫られ、自害を拒んだことから独断によって、首を切られて殺害された。県市役は石川義坊が務めて、首は安土城の信長のもとに届けられた。信康は9月15日に、二股城で自害した。遺体は、 浜松市中区広沢の高松山生来全員に葬られた。首塚が岡崎市の雄伝寺、後に天保年間の頃、矢柱神社に移された。法名は生来因伝聖願終帝大師。だが、この通説には疑問点も多く、桑田忠地は確かな文献には、築山殿が武田と内通したとか、当人の原形と密通したとか、 信康を共犯にしたとかいうような記事は全く見当たらない。これは彼女が冤罪であった証拠と考えられる。とした上で、処刑に際して正当な理由が見つからなかったから、作り上げられた理由とし、家康が月山殿を暗殺したのは、信康の死を知った彼女が狂乱してことを起こすのを未然に防ぐためだったとする。また、 母子が揃って嫁であり妻である徳姫と起こしたい境、そのものを家康が問題視した。抜き差しならないところまで発展させてしまったことに、対する責任を明確にさせたかった。とする指摘もある。近年では月山殿の殺害と信康の切腹は、家康、信康夫婦の対立が原因とする説も出されている。結婚当初良好であった信康夫婦の中は、 二人の姫を設けた後に不和となっていたと見られ、当時の書状や日記から見る日程や行動から、家康が二人の中の修復を試みたとの推測や、この頃、高狩りとして岡崎まで来ていた信長も娘夫婦の不和に対し働きかけがあったとの考察もあり、信康の家臣団が、信康を担ぎ、家康に範囲を抱く者、信康に沿っているが家康に対しても忠実である者、 器量を危ぶみ、信康に反感を抱く者などに割れていたことが、混乱と粛清に向かったとする説もある。ありがとうございます。